カロリーナ・デルピラ・アル・コスタ・グランデはアルゼンチン・サンタフェ州エルトレボール出身で帰化イタリア国籍の元女子バレーボール選手。アルゼンチン代表として1999年のワールドカップ2000年シドニー五輪最終予選などに出場した。この頃からイタリアセリエ A でプレーし2004年にイタリア国籍を取得した。その後はロシアリーグでもプレーし、 2011年、イタリア代表に選出される。イタリア代表として、同年のヨーロッパ選手権では、チーム最多得点をマークした。また、同年11月のワールドカップで怪我人が多かった、同チームのエースとして攻守にわたり大活躍した。チームを2大会連続優勝に導くとともに、自身も MVP を受賞し、得点ランキングでは2位。 ベストスパイカー部門で4位に入るなど大きく貢献した。2012年、ロンドン五輪に AS として出場し向守に渡たり、活躍を見せたが、メダルに届かなかった。1998年までアルゼンチンでプレーし、2010年まではイタリア国内でプレーした。中国リーグの関東久代に所属していた2013年の、 アジアクラブ選手権では優勝へ導いた。2013から14シーズンからはトルコリーグの競合ワクフバンク SK でプレーしている。2013年10月開催の世界クラブ選手権で初優勝に大きく貢献した。2014年3月の欧州チャンピオンズリーグでは準優勝し、自身もベストレシーバー賞を受賞した。 2014年10月の世界選手権に出場し4位となった。2016、17シーズンをもって現役を引退した。ありがとうございます。